はい、こんにちは、こんばんは。 EKL ライダーの谷川哲平と申します。実はですね、ハーフキャブを撮った日と同じ日に撮ってます。なので一応スタートだけ、違う場所で撮らせてもらってるんですけど、説明する場所はすいません、5メートルぐらいしか離れてません。はい、で今回ですね、ハーフキャブに続いて、ハウトさせていただきますのがフルキャブ、キャバレリアルですね、やっていこうと思います。でフルキャブ、キャバレリアルというのはどういうトリックかっていう説明で言うと、前回のハーフキャブというのは簡単に言うと180、フェイキーで弾く180なので180度ですね。キャバレリアルになってくると360になるので1回転回るトリックになります。まあ少し難易度はやっぱり上がってはしまうんですが、これ得意やねんっていう方は比較的少ないんじゃないかなと思ってます。なのでこういうトリックがさらっとできると僕はクラシックな感じで好きかなと思いますので、その一人として今日はキャバレリアルのハウトゥーを進めていこうと思います。まずはですね、スタンス、大体のトリックがスタンス一緒なのですが、キャバレリアルちょっと違います。前足がいつもだったら僕大体指2本分ぐらいなんですけど、キャバレリアルの時はもうちょっと内側に入って指3本分になります。指3本分、足を深めに、浅めにか。で次に回し方も、ハーフキャブとかなり変わってきます。僕の以前のハーフキャブの回し方というのはフェイキーオーリーをしてから後々回しに行くようなイメージのやり方でハーフキャブはやるんですけど、僕もキャバレリアルをやるときはもう一発目からというか、叩いた瞬間からもう先行動作とともに体をもうギュンと一気に回しに行くので、回し方も全然異なってきます。その先行動作のハーフキャブとの違いとしては、下半身をついて行かせるタイミングが違います。前回ご紹介した、ハウトゥーしたハーフキャブでは溜めてここで合流して、ここの下半身から同じ動きをするというのがハーフキャブ、非常に多かったですね。こういう動きです、一緒に回す。ただキャバレリアルの時は、僕は、下半身が遅れてきます。溜めて下半身は後で叩きます。僕はこの辺から体が前を向いてから下半身を回しに僕行くんですね。同じタイミングで叩いちゃダメっていうわけではないんですけど、同じタイミングで動作をスタートするとおそらく回転が足りなかったりとか、僕も360度全部回しきるわけではないんですけど、その後のドライブするための上半身の余裕が残らないんですね。下半身を残した状態で後々ついていかせると体は先回ってます。でここに対して下半身を後でひねる動作というのが、上半身を先に回すことで残ってくれるんですね。なので回すタイミングはハーフキャブと同じじゃありません。後です。ハーフキャブはここから一緒に回します。フルキャブは、ここから回し始めます。見覚えのある動きかもしれませんけど、その回すタイミングによって残りの180度だったりを回すためのためができるので、タイミングはそのような形で打っていただけたらと思います。で次にテールの弾き方、これもまあ2パターンで紹介します。ものすごく分かりやすいです。次はもう前回と違って、1パターン目はハーフキャブはもう叩き方決まってるので、1パターン目はダメな例として見てください。1パターン目はハーフキャブと一緒で板を真下に叩くテールの叩き方。キャバレリアルの場合は板を真下に叩くとおそらく板回りません、板がついてこなくなります。まあ 2つ目の正解例としてはやっぱり後ろに叩かないといけないですね。で次に、圧倒的な違いのもう一つ、ハーフキャブとキャバレリアルの違いとしては着地。キャバレリアルは360度回るんですけど、やっぱりその分回し360度ドライブなしで回される方っていうのはまあなかなかいらっしゃらないと思います。いたらすごいかっこいいと思うので、僕もそんなのできればやりたいんですけど、僕はなかなかできないので、僕は多分だいたい270度ぐらい、あとどれぐらいかな、あと90度ぐらいまでを目指して今は一応回してます。で、キャバレリアルの場合は着地後に基本的にドライブといってタイヤをこすって後の90度180度回す技なので、体重がテール重心だと回りません、着地の時に重心は前じゃないとダメなんですね。ノーズ体重じゃないと板は回ってくれません、今一回やりますけれど、ダメな例としてテール重心で、一回キャバレリアルをやります。
思ってたよりほんまにこけそうになりましたけど、ほんとこういう状態になります。L 重心だとなってしまうので確実にこけると思います。で、次に着地がノーズ重心の場合やっていきます。いい音鳴りましたけれども、これがやっぱりテール重心とノーズ重心の違いで、まあ本当たったそれだけの違いなんですけど、どのトリックでも後ろなのか前なのか、この違いだけでやっぱりこのドライブが入る入らないっていうのがもう全く変わってくるので、できるだけまあ前重心でやっていただけたらなと思うんですけど、多分行き詰まるのがフェイキーで進んでるのにノーズ体重でもう難しいと。ね、普通に考えたら後ろ向きでこう進んでこう行くんだから、当然テール重心でこうなってこうなるのはよくある話だと思うので、じゃあどうやったら前体重になれるのか、僕は全部肩の位置で操作してます。どういう肩の位置でやってるか、まずダメな例としては、基本的にはやっぱり後ろ向きでこうやってなって、左肩進行方向に対してこう、僕であればグーフィーなのでテール側の肩が下がってしまってる状態でハーフキャブ回すと、このまま板基本的に回るので絶対にこうなります。なので、まあ下げすぎも良くないんですけど、僕は、ハーフキャブする時もキャバリレールする時も基本的にはテール側と反対側のノーズ側の肩を若干僕下げてます。僕はこう下げてるんですね。下げてます、肩を下げてる状態でこうひねってるんですね。僕は進行方と逆側ので、この状態で回ることでテール叩いた後も多分前足から着地ができるようになると思います。失敗したとしてもこういう着地になると思うんですよ。なのでその着地になることで左足が浮く、後ろ足側の足が浮いて、まあこういうドライブに持っていきやすくなると思うので、特にこの板と同じように自分が回るトリックというのは絶対にこう肩の動きってすごく大事になってくると思うので、なんか回らないなと思うときは上半身の動き気にしてください。なんか回らないなと思うときはこっちの責任じゃないです、こっちが悪いです。なのでそういう時はまたこう動画を撮ってみて、映像を見てみると、うわ本当や肩動いてないわとか、先行動作全然腕触れてない、腕振ってるだけで肩の位置動いてないわとか、映像撮るの恥ずかしいかもしれないですけど、意外撮ってみてみるのも一つ手じゃないかなと思います。ということで、まあこれもあくまでも僕自身の中での解釈もやっぱり多いので、やっていく中で見ている中で言葉足らずの部分とか、僕なりの解釈のものも非常に多いと思うので、なんだそれわからないわということも大変多いかと思います。なのでその時はいつも重ね重ね申し上げて申し訳ないのですが、僕のインスタの方に多分この辺出てるんでしょうね、出てると思います。僕のインスタグラムの方に、ダイレクトメッセージか、YouTube のコメント欄でも結構ですから、ぜひですねコメントをいただければ、お答えさせていただきますので、気兼ねなく送っていただけたらと思います。それではですね、 EKL ライダーの谷川哲平のキャバレリアルのハウトゥーは以上とさせていただきます。本日もですねご清聴いただきまして誠にありがとうございます。